今日はバイオプログラミングとは何かということをですね、今日ご説明していこうと思います。まあ、僕もですね、結構まあメーカーの方とか聞いたりとか、まあ、独自に勉強して噛み砕いた情報ですので、もし、ね、訂正がありましたらコメント欄でよろしくお願いします。バイオプログラミングとは何か、ね、これっていうのはまず 何なのって話、知らない人も多い、まあ、もしくは知ってて検索してきた人も多いかもですね。リュミエリーナ社っていうですね、会社が出してらっしゃるこうドライヤー、高級ドライヤー分かりますかね、こうレプロナイザーとかヘアビューロンとかね、やっぱ10万超えてて高えみたいなですね、噂っていうかまあ口コミとかありますよね。このバイオプログラミングとは何かっていうことをご説明していこうと思います。まあ、端的に言うとヘアケアとバイオプログラミングって違うみたいです。カテゴリーがヘアケアっていうのはまあ従来のものですよね。今までのものを保湿したりだったりとか、まあですね、なんか油分とか CMC とかなんかいろいろ入れることをヘアケア。バイオプログラミングっていうのはですね、まあ昔の動画でもご説明したんですけども、まあ、ざっくり言うと、量子の力、量子にこう髪が綺麗になるっていう情報をこう髪の毛に送る、肌に送るっていうのがバイオプログラミングっていうことなんですよね。で、そこでですね、まあ、うちがこのカラーファンタジーっていうですね、このリュメリーナ社が出しているカラー剤ですね、カラーファンタジーをこう導入するときに、まあ、1年ぐらいかけて勉強したんですよ。そのときにそのカラー自体はダメージもちろんするんですよ。でもそのバイオプログラミングのケアが上をいく、だから痛まない、もう 痛まないとは言えないんですけども、ほぼ痛みを感じない、やればやるほど綺麗になるっていう感覚なんですよね。あ、じゃあそのカラーのダメージより、そのバイオプログラミングのヘアケアが上を行くっていうことなんですねっていうですね、こう質問させていただいたので、僕が。そしたらですね、そのリメリア社のね、スタッフというか、社員の方が、まあ、うちではそのヘアケアっては言いませんと。ヘアケアのカテゴリーには入れてませんと。本質美っていうですね、こうカテゴリーっていうか、そういうまあ商標登録を持ってらっしゃるらしいんですよね。まあ、海外に行ってもヘアケアと言わなくて、本質美っていうらしいんですよね。まあ、本質美っていうらしいですね、ヘア、あのバイオプログラミングはですね。じゃあ本質美な、大丈夫ですか、ついてきてます？本質美とは何かね、本質美、人間が従来持ってる美しさ、ね、それを本質美って言うんです。それを引き出すのがバイオプログラミング。ヘアケアっていうのは足す、擬似的なものを足す、ね、足りないものを足していく、ね、それがトリートメントだったりヘアケア。こっちの本質美っていうのは自分が持ってる力、頭皮からエネルギーがこう出てる力だったりとか、髪の毛が本来持ってる力をバイオプログラミングによってこう情報を入れてあげて引き出すっていう方法なんですよ。だからやればやるほど綺麗になるっていうことがバイオプログラミングっていうことなんですよね。ざっくりでしたが分かりましたか。ですので、まあ、バイオプログラミングをやる上でヘアケアいらないと、メーカーの方はですね、まあ、メーカーの方だったかな、もうちょっとごちゃごちゃって分からないんですけど言われてました。ヘアケアはいらない、トリートメントしないでください。したくなる気持ちは分かるんだけど、あのバイオプログラミングをやっていくとトリートメントはいりません、ヘアケアはいりませんみたいな感じなんですよね。でも僕はですね、まあ、そのリュミエリーナの社員でもないですし、バイオプログラミングもね、まあ、信者って言い方は悪いんですけどでもないんで、僕はそういう本質美っていうのもですね、すごくこう使い込んでて理解して取り入れてます。はい、でそれでもう頭から情報を紙に入れる、なんやそれ、意味わからんって、え、何、保湿するんじゃねえの、油分を与えるんじゃねえの、でそんな、もうそれはね、なんかやっぱ違うかな、でもこういう方が大半だと思うんですよ、うん、なんかうさんくさい不思議なパワーが出てる、ただ高いだけのドライヤーです、ただ高いだけのアイロンですっていう方も多いと思うんですよ。でも実際結果が、実績が出てるんですよ、バイオプログラミングは。だからカラーだったりとか、ちょっと高額なアイロン、まあアイロンじゃないんですけどね、あれはヘアケア機器みたいな、まあ、ヘアケアっていうのもダメなんですけども、そういう感じで出てるんですよ。だからこれを見てる方はですね、少しでもですね、こう本質美っていうのとヘアケアっていうのをですね、こう2つに分けて考えられたがいいかもですね。ですので、こうバイオプログラミングで本質美を引き出しつつ、ね、しっかり自分の本質美を引き出しつつ、補い足りないところをちゃんとヘアケアもやってあげるっていうのは僕はいいのかなと思ってます。だから同時で使っていく、だからこっちだけこっちだけっていうのは、なんかもう今から髪をきれいにしようと思ってらっしゃるからとか、まあね、僕のチャンネルの登録者様とか、こうね、見に来られたですね、視聴者様ね、 B 意識が高いと思います。ですのでバイオプログラミングとはとか、ヘアビューロ 27D とかで調べてここにたどり着いたと思います。僕はそういうことだと思います。安いので、すぐ買えるところで、すぐ効果が出るものでが今まで
ね、バイオプログラミングが違う、本質美、自分が持ってるものを少しずつ引き出す、でもどんどん質も上がっていて、まあ、27D、 もう 27D の時点でですね、もう1回でかなり実感するレベルまで来てるんですよ。ですので僕もそのカラーファンタジーというものを導入してやっていこうと思っております。はい、でそのカラーファンタジー、カラーの概念というのはですね、今までアルカリで傷んでとかどうのこうのとかじゃないですけど、今までのそのリュミエリーナ社のカラーファンタジーをやればやるほどこうカラーのですね質もアップしていって、髪の毛の質もアップしていく、それプラスヘア系も足していく、もうねこれいいんじゃないかと思ってるんですよね。まあ後々ですね、このチャンネルでもカラーファンタジーのねビフォーアフターとかもですねどんどん乗っけていきますんで、まあぜひともですねチャンネル登録して、まあ、カラーファンタジーとかリュミネーションバイオプログラミング製品だったりとですね、ご愛用していただいている方はですね、こうやってアウトプットを少しずつしていきますんで、ぜひともねコメントとかでですねご協力よろしくお願いします。あとご視聴もよろしくお願いします。まあ詰まるところヘアケアじゃないですよってことです。本質美ですよってことです、バイオプログラミングはなんか喋れば喋るほどうさんくさく聞こえてくるんですよね。僕自身もそう思います。うさんくさく聞こえてくるんですよ、喋れば喋るほど。でも結果が出てるし、しっかり僕はメーカーの方が聞きました。だから僕メーカーの方が聞いたっていうのもなんかあんまよろしくないような感じなんですけど、まあ僕の意見です、噛み砕いたですね。でしっかりでもメーカーの方がお話とかやり取りしてしっかり勉強してきての感想です。だから書いてるんですよ、ヘアビューロン 27D に、これはヘアアイロンではありませんって、ヘアアイロンではありませんって書いてあるんですよ。よく読み込んでないんですよ、みんな。たかこのアイロン、いやアイロンじゃないですってちゃんと書いてあるんですよね。はい、だからバイオプログラミングっていうのはそういうことだと理解して使っていって積み重ねていきましょう、本質美もですね。はい、でその上で足りないところはヘアケアも僕はしたいと思います。一回コメントでですね、ずっとこうバイオプログラミング、ヘアレプロナイザーの数をですね1日30分当ててますが、なかなかねこうしっとりしませんって、いや本質美はそれでいいかもしれないんですけども、そこをしっとりさせたいならオイル使おうよとかいうのがあるんですよね、僕の中ではですね。だからそういうのを踏まえて、まあ、自分がいいところをバランスよくですね使っていきましょう。はい、こっちだけもなんかなと思います。だからこっちだけっていうのが今までの時代ですよね。だから新しいものが出てきてるんです、どんどん今ですね。それをですねしっかり取り入れて、まあ、美意識高い皆様ですねやっていってみてください、ね、ちなみにですねヘアビューロン 27D10 万円超えですかね、レプロナイザー 27D も10万超え、まあ、僕はアイロンのみ購入して使っております。すごく結果も出てますね。でそれに関してのレビューもですね、書いてるじゃねえや、映像出してます、動画でですね、ちょっとこれ見てみてください。よりですねこうヘアビューロン 27D 買いたくなると思います、はい、もはやさっき言ったようにアイロンじゃないです。アイロンで10万円もう高すぎます、そんなもの。ヘアケア機器です。まあヘアケアっていうのはダメなんですけども、僕の、まあ本質美機器っていうのもおかしいじゃないですか。伝わりにくいんで、ヘアケア機器としてお客様にはお伝えしますね。で、ヘアケア機器でヘアケアしつつ、あ、ちょっと、こう、形質美って言われてるんですよ。そこのリュミエリーナ社ですよね。形質美をちゃんとしたいときは電源をつないで、熱を入れてアイロンで形質変化、ね、スタイリングしましょう。で、ついでに、その、バイオプログラミングでヘアケアもしましょうということですね。はい、まあ、そういうふうに考えてこうリメリア社の商品はですねちょっとこうどんどん買っていただきます。あとですね、なんか何ですか、エナジードリンクみたいなとか歯磨き粉とかもあるみたいなんですよ。ちょっとね僕もこれをね使おうと思ってます。もうそこまでもう全ての商材、リメリアの商材使おうと思います。バイオプログラミングをねもう自分で試そうと思ってます。でしっかり噛み砕いて、もうね曖昧なことを言わないようにします、言わないようにします。でも曖昧なことになっちゃうんですよね、結局。メーカーさんもしっかり喋れないと、オンラインではあんま喋れないみたいな。で僕の意見としてこれは聞いてもらったらいいです。僕が使った感想として思って聞いてくださればいいと思います、はい、でもしっかりと使い込んでちゃんとレビューします。しっかりと1年勉強してこうやって発信してますんで、まあ、ぜひともですねよろしくお願いいたします。まあ、今日の動画ですね、ご視聴ありがとうございました。まあ、よかったよって方はですね、高評価ボタンとなんかチャンネル登録してもらえると嬉しいです。あとご質問などあればですね、コメント欄に、まあ、答えられる範囲ですけどね、このバイオプログラミングってすごい難しいんでですね、答えられる範囲では答えていきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。